おやおや、指揮官くんどうしたのかな。あ、もしかしてこの私の美貌に酔っちゃったのかな。なんて嘘。そう頻繁に来ていい場所じゃ。嘘嘘、指揮官くんなら大歓迎。ここまで来ちゃうなんて、指揮官くん結構大胆だよね。君なら別にいいけど。何もおもてなしとかできないけど、それでもいいのかな。何見てるのさ。君、少し配慮が足りないぞ。ちょっと散らかってるけど、気にしないで。それとも何？君が片付けてくれるのかな。二人で寝るにはちょっと狭いかもしれないよ。それでも挑戦してみたい。マッサージなら大歓迎だけど。ちょっと危険な気配を感じるんだけど。ん？何かご用かな、指揮官くん。まだお仕事終わってないの？いけないんだ、指揮官くん。お疲れ様。さすがっすね、指揮官くん。手紙みたいだね。見ないなら私が開けちゃうぞ。なに、帰ってすぐ私の顔見に来たの？まあそれで疲れが取れるっていうならいいけどさ。君ってほんとないよね。あ、ごめんなさい。ああ、指揮官くんってそんなに頭下げなくても。けどちゃんと謝れて君は偉いぞ。あ、指揮官くんだ。売店に行くところだったんだけど、君も一緒に来る？フィギュア作る道具を買いたくってさ。指揮官くん、武士は食わねと高笑い？お昼ご飯はちゃんと食べなきゃダメだぞ。ほら、一緒に食堂行こう。最近この世界に来れてよかったなって思うんだ。新しい友達もできたしね。中でも指揮官くんは特別。うっそー。君やここの人たちがすぐに私を受け入れてくれたから、みんなのことをちゃんと頼ることができたんだよ。おかげでまた少し世界が広がった気がする。ありがとね、指揮官くん。みんな帰ってきたみたいじゃん。出迎えは君にお任せするね。わー、結構いいね、指揮官くん。ありがとう。今日はどんな敵が相手なのかな。これくらい当たり前だよ。あんなのありなの？意味わかんないって。バッチリ狙ってドーン。まだまだやれるよ。どんな敵の相手なのかな。
私も自分にできることを。これくらい当たり前だよ。ここの人たちがすぐに私を受け入れてくれたから、みんなのことをちゃんと頼ることができたんだよ。おかげでまた少し世界が広がった気がする。ありがとね、指揮官くん。